はいどうも、昆虫隊長八作です。今回は埼玉県である外来昆虫が猛威を振るっていると、そういうことなので、以前からねちょっと捕まえてみたいクビアカツヤカミキリっていう昆虫なんですけど、そちらをね狙って乱獲していきたいと思います。いや非常に暑い日でしたね。大変だったんですけど、いっぱいね捕まえることできましたので、ぜひね最後までご覧になってください。それでは早速やっていきましょう。はい、まずね、クビアカツヤカミキリの痕跡を探していきましょう。こちらがフラスって言って、クビアカツヤカミキリの幼虫が出した糞と木くずが混じったものですね。桜の木を主に食害するんですけど、こういうねフラスがあるっていうことはこの中に幼虫がいる可能性非常に高いし、周りにね成虫がいる可能性も高いということがわかります。ちょっと動画を回してるときは気づかなかったんですけど、これクビアカツヤカミキリの脱出口ですね。成虫が木の中で羽化して外に出てくるんですけど、その時の穴ですね、これも一個ねクビアカツヤカミキリが近くにいるっていう指標になるのかなと思います。あと採集しててちょっと気づいたのが、日陰のこういう苔がねちょっと生えた木にいるイメージがあります。あと幼虫がね木の中を傷つけてるってことで、フラスと一緒にドロッとしたね桜の樹液が出てるんですよ。そういうところにね結構いるイメージがありました。はい、いましたね。特定外来生物クビアカツヤカミキリですね。もう名前の通りね、首の部分が赤くて、で体はね黒くツヤツヤした黒光りをしている、非常にねかっこいいカミキリムシですね。で青カミキリ族ってことで、日本在来の赤足大青カミキリとか緑カミキリとか、そういった青カミキリ族と非常に近い形をしています。この虫は特定外来生物といって、生きたままの移動や飼育が禁止されている虫になります。なので見つけ次第ねこうやって僕は毒瓶に入れて閉めています。まあ、行政がね駆除してくださいって言ってるんで、まあ、感情云々とかかわいそうとかっていうのはわかるんですけど、まあ、このままね放置しておくと桜の木がね、中身スカスカになって枯れて、日本の生態系にもねかなり大きな影響が出ちゃうので、しょうがないですね。かっこいい虫で魅力的な虫なんですけどね。で、まあ、正直ね僕みたいな個人の虫捕りが乱獲したところであんま変わんないんじゃないかぐらいすごくたくさんいました。それぐらいちょっとね深刻かなと思っています。この木とかすごかったですね。フラスめちゃくちゃ出てましたね。こうやって幼虫がね中で桜の木を食い荒らしてどんどん枯らしてしまうっていう、普通に倒木とかの危険性もあるんで危ないですよね。子供たちがいる公園とかだったら特に。でこの虫クロジャコカミキリとも呼ばれていて、捕まえるとね白い汁からそのジャコの匂い、ジャコの匂いがちょっとよくわかんないんですけど、ちょっと甘いね匂いがします。この白い液体、背中側にちょっと白い液体出てるのわかりますか。これがねすごい匂いですね。なんか最初はちょっと別に悪くない匂いだなって思ったんですけど、何匹も捕まえてるとねちょっともういいかなってなりますね。すごい手とか、こいつの匂いで臭くなります。あと北海道にもねジャコウカミキリっていうこいつとすごい似たカミキリムシがいるんですけど、そいつも同じジャコウの匂いを出すみたいですね。なんか鳥とかあんま好きそうな匂いじゃなかったから、もしかしたらこういう成虫を食べる天敵っていうのがなかなかいないのかもしれないですね。まあ、ただでさえ繁殖力が強くて天敵がいないってなると、そりゃやっぱね増えちゃいますよねっていう話ですよね。捕まえ方なんですけど、まず毒瓶をちょっと開けておきます。こうやってね股に挟んで瓶を回すと開けやすいですよ。で木の近くに置いて目標を確認して素手でいくと、今汁出されたのでちょっと私自身ビビりましたね。こうやって捕まえて、で緩めた蓋開けて成虫を放り込むと、でなかなか放り込めないと、はい、これで完了ですね。片手だとねなかなか締められないで、こうやって股に挟むと締めやすいですね。はい、どんどん捕まえますよ。素手でガシッとねいっちゃってください。あんま噛まれないですね。噛まれても多分そんな痛くないと思います。
匂いだけただねちょっときついんで、そこだけですね。やっぱ撮影しながらだとちょっとね難しいですね。こちら交尾している首赤ツヤカミキですね。こちらも捕獲いたしました。でこれね、行政が仕掛けたトラップなのかわかんないんですけど、この中にね首赤ツヤカミキって入ってましたね。まあ効果あるのかどうかわかんないですけど、やっぱそれに混じってね在来の昆虫とかも入っちゃうので、なかなか難しいところでありますよね。でそういうトラップの上にねいるっていう。でこういうね高いところにいるカミキリムシ、網で取るんですけど、こうやって落とすとね取りやすいですね。本当は網の中に落としたかったんですけど失敗しました。はい、というわけでね、どれぐらい取れたか見ていきましょうか。6便で締めれてるとは思うんですけど、稀にね蘇生することあるんで、甲虫とか特に、なんで冷凍してます。はい、合計21匹取れました。いやーすごいですね。午後の3時間で21なんで、なかなかの数ですよね。こちらね全部標本にしたいと思います。いやー大変そうだな。あの一部地域、埼玉県行田市とか懸賞金かけられてて、10匹500円で役所に持っていけばね商品券かなと交換してくれるらしくて、監禁できるのは行田市民だけなので、その辺は、まあ、市民以外はねこうして殺して持ち帰るか、現場で踏み潰すかっていう形になるんですけど、僕は幸い標本にするっていう手段があるので、今回ね殺して持ち帰って、これからね標本にしていきたいと思います。標本完成したら動画にしていきたいと思います。またこんな感じでね、いろいろ昆虫採集とか生き物系の動画たくさん上げていきますので、気になった方ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。